日本の伝統文化の継承、発展に取り組む全国の高校生たちが圧巻の演舞、演奏を繰り広げる全国高校生伝統文化フェスティバル、伝統芸能選抜公演。3年ぶりに観客を迎えた令和4年度は、大切にしたい日本の心をテーマに掲げ、伝統文化を次世代に伝える担い手として素晴らしい演舞、演奏を披露してくださいました。全国トップレベルの技、そして青春が輝く晴れの舞台をダイジェストでお届けします。まずは本大会のプロローグといたしまして、京都工科高等学校の皆さんによります若飛行雪です。学習を積み重ねた高校生たち自作の和歌です。宮廷装束を身につけ、結紙を施すなど古式ゆかしい作法にもご注目ください。初雪の延べに降りしく白湯の包む景色は眺め遥かに初雪の これまでの練習を通じて辛かったことは何ですか？現代語の寒いという言葉は古語では寒しです。そのような和歌の言葉を体に染み込ませるのはとても難しかったです。この演目を通じてどのようなことを伝えていきたいですか？飛行というのは平安時代から口伝いで受け継がれてきたものです。なので1000年以上続く日本語の響きの美しさを伝えたいと思います。トップバッターとして素晴らしい演奏でした。ありがとうございました。京都立花高等学校がお届けするのはオリジナル曲の空にかける。京都の歴史に思いを馳せ、青い空が未来へと広がることを信じて、新しい時代への挑戦を表現しています。全員の心が一体となった素晴らしい演奏をお楽しみください。
それではステージを終えられたお二人にお話を伺います。まず和太鼓の魅力は何ですか？はい、和太鼓は初めて演奏する方でも簡単に叩くことができるのですが、それを叩くということを突き詰めていくことで見ていただくお客様に感動を与えたり心を動かすことができることが魅力だと思います。和太鼓の好きなところは何ですか？特に好きなところがみんなと合わさった時に一つの音になるところが一番好きなところです。ありがとうございました。三宗大也。続いては古典の日朗読コンテスト優秀者、三宗大也さんによるズレズレ草です。花は盛りに、月は熊なきを飲み見るものかは、雨に迎えて月を来い、垂れ込めて春の行方知らぬも、なお哀れに情けふかし、咲きぬべきほどの梢、散りし折れたる庭などこそ見どころ多けれ、歌の言葉書きにも、花見にまかれりけるに早く散りすぎにければとも、触ることありてまからでなども書けるは、花を見てと言えるに劣れることかは。聞く人の心を動かす朗読のコツを教えてください。朗読をしているときに聞き手に伝えるということを意識することです。朗読は聞き手あってのものですので、今日私の読みを聞いて会場の皆様が何か心を動かしてもらえたのであればとても嬉しいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。関西創価高等学校がお届けする箏四重奏曲は、緩急のある二楽章で構成された作品です。繊細な音の掛け合いで紡ぎ出される美しいメロディーをお楽しみください。奏曲の魅力について教えてください。奏曲の魅力は自然の情景などいろいろな音を表現できることや、みんなの思いを琴の音色に乗せて演奏できるところです。また指揮者がいない中、みんなで心を一つにして演奏できるところも魅力の一つだと思います。皆さんで一つの曲を完成させる際に特に気をつけていくことはありますか？はい、私たちは特にみんなで一つの音を作るということを意識して練習しています。そのためにミーティング、音をして一人一人の思いを共有し団結を深めています。そして聴いてくださるすべての方々に感謝と勇気と希望を与えられる演奏をという目標を持って練習しています。ありがとうございました。続いては島根県立浜田商業高等学校によるオロチ。スサノオノミコトによるヤマタノオロチ退治を題材にした石見神楽の代表的な演目です。さまざまな技を繰り出すオロチの動きにぜひご注目ください。
今回の演技で工夫された点はどこですか？本日は15分というお約束でございましたので、京都そして全国の皆さんにこの1時間の内容をどう15分で表現するかという点を工夫しました。郷土芸能を受け継がれている若者として部活動への思いを教えてください。石見神楽を継承することはもちろん、さまざまな公演に出場する中で地域の方々との交流を大切にすることを意識して日々活動を頑張っています。ありがとうございました。銀英剣士部という名称すら知らなかった高校生たちが集まり、稽古を重ねることでここまで銀字舞えるようになりました。力強い詩吟と優雅な姉妹をご覧ください。行動感知目標は何ですか？はい、銀英剣士部を知らない方や伝統文化に疎い方もいる中で、私たち高校生のような若い人が伝統文化に取り組むことによってさまざまな人に知ってもらうきっかけを作っていきたいと思っています。銀英剣士部を知らない方にその魅力を教えてください。はい、銀英剣士部は歴史が長いので幅広い世代の方々と関わることができます。ありがとうございました。空晴れ渡る穏やかな日もあれば、風や雨、雪が厳しい大荒れの日もある。宮城県農業高等学校がお届けするのは、そんな大自然の中で力強く生きる鳥たちをイメージしたオリジナルの新曲です。情景を思い浮かべながら和太鼓の勇壮な音色をお楽しみください。
なぜ和太鼓の演奏に興味を持ったのですか？僕は1年生の時に当時2年生と3年生の先輩方の演奏を聴いてとてもかっこいいと思い、僕もそんな風になりたいと思ったからです。毎日の練習で意識していることはありますか？見ている人に楽しいと思ってもらえるように日々努力しています。力強い演奏が僕たちへの強いメッセージだと感じました。ありがとうございました。毎年この高校デンフェスを支えるのが京都府内の高校生で組織されるおもてなし隊です。会場の運営やステージの設営、出演校のおもてなしやインタビューなど、さまざまな場面で活躍し本公演を盛り上げてくださいました。高校デンフェス後半、最初の登場は新潟県立羽持高等学校。芸能と文化の島佐渡で育まれた素朴で情緒あふれる民謡をお楽しみください。する上で大切にされていることは何ですか？観客の皆さんに私たちのステージを楽しんでいただけるよう、部員一人一人笑顔でステージを楽しんで、踊りや演奏を大切にしてすることを大切にしています。チーム一丸となって頑張ったことは何ですか？立って踊る立ち方と座って演奏をする地方の息を合わせてチーム一丸となって毎日練習を頑張ったことです。ありがとうございました。星野高等学校がお届けするのは日本の五音階を多用した弓と管の変化ある楽曲です。深みのある美しい音色をお楽しみください。
今回の演奏で特に工夫をして練習した点はどこですか？2つのパートで繰り返し同じリズムを弾く掛け合いの部分です。1パートだけで合わせるのも難しい部分なので掛け合いは苦戦しましたが、ベースとなる十七弦の音に乗ることを意識して流れるように弾くことを目指しました。また曲の始まりの盛り上げとなる高揚感を出すために強弱をしっかりつけることも意識しました。今後双曲の魅力をどのように伝えていきたいですか？琴というのは日本古来の詫び、サビや華やかな音色を表現でき、時代が流れても変わらない美しさや楽しさがある楽器です。なので私たちは楽しみながらも琴の美しい音色を届けるために一生懸命練習しながら将来につなげていきたいと思います。ありがとうございました。岩手県立北上湘南高等学校がお届けする鬼剣舞は、悪霊退散と天下太平、五穀豊穣の祈りが込められた岩手県北上地方に伝わる郷土芸能です。勇ましく、そして華麗に躍動する高校生たちの舞にご注目ください。演舞をされる際、どのような点を意識して練習されていますか？変舞という足踏みなんですけど、その足踏みを力強く踏んで大きな声を出して、願いとか祈りを込めて踊っています。衣装が重そうなのですが、なぜ軽々と踊れるのですか？と初めのうちは衣装を着ると踊りづらくて慣れなかったのですが、公演などで衣装を着て踊る回数が増えるにつれて慣れて軽々しく踊れるようになりました。ありがとうございました。令和4年度高校デンフェス最後は、熊本市立筆友館高等学校によります肥後の舞。熊本の豊かな自然やここに暮らす人々を太鼓の舞で表現しています。多彩な音色と高校生たちのエネルギー、
躍動感にご注目ください。の音を奏でることができるようになるまでにどのような練習を重ねてこられたのですか？私たちの代の曲の雰囲気を出すために自分たちで話し合って曲を考えたり、先輩方からアドバイスをもらったりしてこの曲を仕上げています。私は皆さんの演奏にとても感動したのですが、人の心を動かすための演奏の秘訣とは何ですか？はい、まず演奏する私たちが楽しむことを心がけています。私たちが楽しむことで聴いてくださる皆さんに私たちの思いが伝わり感動していただけていると思います。ありがとうございました。令和4年度の全国高校生伝統文化フェスティバル伝統芸能選抜公演、いかがでしたか？日本音楽や郷土芸能など各地で受け継がれる伝統文化の素晴らしさ、そしてその土台となる日本の心を次世代に伝えるために、高校生たちはそれぞれの町ふるさとで日々鍛錬を重ねています。次回もまた高校生たちは京都の晴れ舞台で磨きをかけた頼もしい姿を見せてくださることでしょう。今後の高校伝フェスにどうぞご期待ください。